皆様、こんばんは。こんばんは。松尾、はい、刀を変える何突然、はい、突然何え、そういう話じゃなかったでしたっけ。そういう話、そういう話でした。ちょっとなんかそれ言っちゃったら、まあ、まあ、じゃあやろう。そうです、刀といえばですね、はいはい、日本刀の話をしているわけではございません、はいはい、我々鈴木でございますので、はい、皆様、まあ、鈴木の二輪乗りバイク乗りといえば、はい、まあ、刀っていうのはですね、昔から、まあ、有名ではないかと思いますけれども、はいはい、ちょっと社長にですね、はい、刀新車を買っていただきたいなと私にくださいって話ではもちろんありません。はい、私免許持ってないので、はいはい、SWK 刀エディションをやろうっていう話はやったけどね。そうです、そうです。朝の話はそうなんですけど、はい、仕事中私も思いました、はい、刀エディションを作るにあたって、はい、刀の実写がないと語れないぞと思いました。これは車だけあってもですね、結局 SWK コンプリとかプレミアバージョンございます、はいはいはい、これと被ってしまうなと思いまして、うん、はい、やっぱり実車、まあ、二輪、まあ、二輪の方を売るわけでもちろんありませんけれども、うん、はい、スウィートスポーツの刀エディションを作るのであれば、はいはい、それを並べようということで、はいはい、私のイメージはもう東京オートサロンです。そうですね、良かったですね、あれ。すごいご存知の方多いと思います。もともとはですね、オランダの方で限定30台ですか、はい、で出ておりました、まあ、スズキの、まあ、スウィートスポーツ、はい、33S の刀エディション、はい、それを、まあ、今回東京オートサロンの方で展示されてたということで、はい、なおさらそこはですね、実写の二輪の刀の方も展示をされてた中で、そうですね、まあ、朝ちょっと社員のミーティングで話が盛り上がりまして、はいはい、今回、はい、コンプリとか刀エディション SWK バージョン1台限定、1台限定で作りましょう。作りますまあでも、あの刀に対するやっぱり情、まあ、情熱ですね、情熱っていうのはやっぱ社長一番強いですよね。これ覚えてる昨年覚えてます。ちょうど1月です、はい、1月ですね、に、はい、ちょっと福田店アリーナ大会が、はい、あの式典が行われました、はい、浜松の後ですね、翌日に、はい、浜松の歴史館に行きましてですね、はい、そこでしか購入できない、はい、この刀の GSX11S、はい、刀の、プラモデルですよ、はい、ね、誰にあげるか決めてもいないのに10個も勝ちだったね、はい、うん、まだあの、ね、在庫が5個ぐらいありますけどね、はい、それぐらい在庫っていうか在庫持ってますけど予備が、はい、予備がですね、まあ、それぐらい刀が好きな私っていったのが、はい、もともと大型免許持ってるんですけども、はい、小学校の時にはい、西部警察っていう番組があってましてね、はいはい、でそこその西部警察の中で舘ひろしが刀に乗ってる姿っていうものに憧れまして、はいはい、うん、免許を大人になったら取って、はい、絶対このバイクに乗るぞというところで免許を取ったわけなんですよ、はい、ね、中型免許です、はいはい、まあ、当然その刀は当時7半入れ分しかなくて、はい、ただその中型で乗れるっていう刀がですね、そのタイミングで出ました、はい、ああ、購入したわけなんですけども、はい、これは刀じゃないと思ってすぐ売っちゃいました。ああ、なるほど。まあ、先ほどあの大型免許っていうね、あの話をしたんですけど、その当時その大型免許っていう免許がなくて、はい、あの限定を解除する、いわゆる限定解除って言ってたんですね、はい、まあ、今の免許を取られる方はちょっとご存じないかもしれないですけど、はい、非常にちょっと難しい、はい、難関で、当時20人30人受けて、まあ、1人ぐらいしか通らないぐらいですね、はい、受からせるための免許じゃなくて落とすためのなんか実際ね試験みたいなね、なんかそういう時代があったんですよ、はい、狭きもんですね、狭きもんなんですね。で私はちょっと3回でたまたま運よくですね、免許を取れた限定解除ができたんですけど、まあ普通20回ぐらい行くのが普通っていう時代の中で、刀の中古を購入しました、はい、あのオーストラリア仕様のですね、あのスポーク仕様の、ちょっと、まあ、あの希少車だったんですけどね、はい、うん、まあ、GSX-R の、その時の揺れエンジンの、はい、バイクの前輪後輪をですね移植して、はい、乗ってました。はい、そういうカスタムが、ね、流行ってたんですよね、はい、うん、今分かる人には分かる、そう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 っていうですね、私の中身は全く分かる、はい、全く、もう、はい、全然取ってて面白くないよね、はい、流行ったんですね。なるほど、そういう時代に、そうです、
まあ、昔の刀ですね、フロントが19インチだったんです、大きくて、はい、でリアが17インチ、はい、非常に曲がらないんですよ、はい、うん、で今でこそね、まあ、16、まあ、小さいのでいけば16、17インチが主流なのかな、2年はですね、はい、この新型の刀も17インチが前後、おそらく装着されていると思いますけども、刀がそういう19からですね、17インチを入っちゃうと、前入っちゃうと、すごくこうフォルム的にね、なんかちょっとおかしくなっちゃうんですね、はい、なので18インチのそのこだわって1988年式の3本スポークの白ホイールの GSX、揺れの、まあ、R の足回りを入れて乗ってました、はい、全然わかんないね全然わかんないですおおとしか言わないでも多分見ていただいてる方はその当時の、はい、もう共感できる方は、はい、このいい、ね、YouTube で、はい、絶対いらっしゃるはずです、はい、コメントとかも、ね、マニアックなコメントとか返信できないですけども、はい、じゃあそんな思い出が強い社長が、はい、新型の刀に乗りますよね、もちろん買ったらもうそれはもうねちょっともう買うっていうのは、はい、もう買います、ね、もう買いますってことで やっちゃいますよやっちゃいます、はい、買いましょう、まあ、やはり、はい、言ったからにはですね、はい、言ったからにはで、僕がお金出すわけじゃないですけど、そうです、はいはい、社長が、乗る車じゃないですね、バイクということで、刀を購入して、ね、で、まあ、ちょっと話は戻りますが、はい、まあ、コンセプトですね、当社には SWK プレミアムバージョンという、はい、スイフトスポーツコンプリートがございますけれども、はい、まあ、刀エディションなるものを作ろうじゃないかと、はい、そうですね、ということで、はい、まあ、限定の、例えば1台限定とかっていう話は、そうですね、メガのシートの時にですね、うん、はい、ちょっとちらっとありまして、はい、まず1台ね、作ってお客様にこう評価をいただこうと、はい、ね、うん、まあ、その中でやっぱりかなりの反響がある中でリクエストがあればまたそこを継続してやってもいいのかなっていうね、もう一台ものっていうことですね、はい、ですね、はい、なんで、まあ、あれですか、そのそれこそラッピングとか、うん、そうですね、私のイメージの中ではこうシルバーにこう、はい、ボディはシルバーですね、はい、に SWK にこうね刀が突き刺さって、はい、刃という文字にはなりませんか、はい、まあ、そういうイメージですね、なるほど、はい、ちょっとスピード感がありつつですね、はい、シャープなこうですね、速さをこう連想させるような、じゃあエアロパスとかもつけないと、うん、そうですね、世界なんで、はいはい、じゃあもうコンプリートカーたちとした一台限定の車をちょっとショールームの中に展示をして、はい、この車が欲しいとっていう方がいらっしゃればですね、そうですね、はい、募集したいと思います、はい、お売りするという形で、まあ、ちょっとこう展示したりする期間なんかもありますので、はい、そうですね、まあ、いろいろとこう通常の新車の購入とはですね、うん、若干、はい、いろいろ流れが違う部分もあるかと思いますけれども、はい、それでも欲しいとおっしゃっていただける方はぜひぜひ、店頭に来ていただいて、はい、刀も実車も見つつ、はい、スイフトスポーツ 33S を考えていただくという、そうですね、まあ、企画を動かしていきたいなと思っております、はい、ではどんな感じになるのかというですね、まだちょっと、まだやってみないと分からないところありますけれども、その第一歩として、はい、新車を買うということですね、いや、ちょっともう、早い話だ、ま、ちょっとまだそこを消化しきれない、はい、もうそこが、どちらかというとそっちが楽しみみたいな感じですけど、そういうのをやろうという話は確かにお話したんですけど、もうこの勢いで、はい、でも、私ももう数年ですね、会社はおりますけれども、社長は何度も刀を買おうとおっしゃってましたんで、いつか買われるんだろうと思っておりましたけれども、やはりここで私が YouTube を通して言うっていうのがですね、はい、一番いいんじゃないかなということで、はいはい、社長にお願いをしようと思います。そうね、うん、こう非日常的なね、なんかそういう、こう楽しさを、はい、こうなんか皆さん提供ができる、そうですね、まあ、そういうねディーラーでありたいなっていうことは、はい、ね、昔とね、はい、考えも変わりませんので、はいはい、まあ、同じ鈴木とは言っても、はい、4輪を、ね、はい、打てるディーラーに二輪車が置いてあるということはまずありませんので、そうですね、はい、基本的に私物じゃない限りはですね、基本的にはありませんので、そういうディーラーは本当唯一無二ではないかなと思いますし、まあ、コンプリートカーもですね、またちょっと、派生させて、確かに発展させた、そうですね、一歩先を行く、はい、そんなものですね、エディションも、刀エディションを出したいなと思っておりますので、はい、まあ、これはもちろん二輪好きじゃない、うん、別として、純粋にその車を気に入っていただけた方にですね、乗っていただきたいなと、ね、はい、思っておりますので、はい、そういった企画をこれから、はい
いきなり取っかかりが、約150万円前後の、はい、新車ということでですね、すごい物事が大きな話になっていきますけども唐突すぎる唐突すぎる、はい、でも YouTube 的には面白い感じになっていいんじゃないかなと思いますのでぜひ、ご興味のある方は店内にですね、はい、まあ、まあちょっとそこ数日でできることではありませんけれども、ね、まあその刀にただまあね有言実行ですから、はい、やりますね、はい、もしかしたら総合会で松尾が刀に乗って戦闘してくれるかも。あ、いいですね、それ。大通りの許可が得れれば、はい、二、はい、輪と四輪がですね、まあ先導だけでもっていうところもありかもしれませんけれども、はい、まあそんな楽しみもありつつ、はい、皆様にそういった情報提供をぜひやっていきたいなと思いますので、はい、今後ともこの YouTube 楽しみに見ていただきたいと思います。お願いします。ということで今日はこの辺でお別れです。さよなら。